高橋昭一は、日本の元政治家、メディアプランナー、アニメーション制作者。衆議院議員を一期務めた。兵庫県小野市で、ソロバン製造会社、昭和産業社長の長男として生まれる。兵庫県立小の高等学校を経て、神戸大学教育学部へ入学、在学中に、友人らと企画集団を立ち上げ、テレビ番組制作やイベントの企画制作を手掛ける、傍ら、 神戸市青少年連絡協議会に参加。1989年に神戸大学を中退した後、経営コンサルタント会社に入社し、マーケティングコンサルタントの業務に従事。1990年、業務の必要上、近畿大学短期大学部小教科通信教育部を受講するが、1992年 JTB グループの企画制作会社、 株式会社グローバル21に転職後、休日業務増加のためスクーリング等の受講を継続できず中退。同社ではイベントプランナーやキス FM 神戸の番組ディレクターとして活動、取締役企画部長となる。1994年に新党先がけ入党、衆議院議員、高見祐一事務所のスタッフになり、翌1995年の阪神、 淡路大震災を受けて発足した党復興対策本部、フランスがムルロア干渉で行った核実験に抗議する議員派遣団先言隊などの活動に参加する。同年神戸市議会議員選挙に野田区より出馬し、落選。その後はプランナーや会社員として企画政策等の業務に従事する。2001年民主党の労働組合とのしがらみを批判して、 民主党を離党し、政党、尊命を決闘した衆議院議員、田中公事務所の施設秘書に就任し、後に公設秘書となる。2002年5月、民主党衆議院候補者公募に合格、2003年9月に兵庫県第四区総支部長に就任するが、同年11月の第43回衆議院議員総選挙、2005年9月の 第44回衆議院議員総選挙ではいずれも落選。しかし、2回の選挙を通じて、得票を1万5000票余り上積みしたことなどが評価され支部長職を続投。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、井上貴一を破って初当選を果たした。国会では、衆議院災害対策特別委員長代理、 衆議院安全保障委員会自席理事、民主党広報委員会総括副委員長などを歴任。2011年3月11日の東日本大震災の発生に際しては、党内に震災ボランティア室を立ち上げて救援活動を展開。岩手、宮城、福島、茨城等被災地にボランティア活動に入り、その経験を災害対策特別委員会の活動に、 生かして、政策立案を実施。2012年2月、民主党の現職国会議員のまま、政策議論を挑むため橋本徹大阪市長、率いる地域政党、大阪維新の会の政治熟成公募に応募したが、それを察知され門前払いとなる。その後、民主党から日本維新の会への入党者が続出する中、民主党で活動を続ける。二千十二年十二月の、 第46回衆議院議員総選挙では自民党の藤士批やこれに敗れ落選。2013年3月妻の病気のため次期衆議院選挙不出馬を表明。民主党兵庫県第4区総支部長を辞任し、政界を引退。2013年5月インターネット選挙の専門家として民主党選対企画アドバイザーとしてインターネット選挙に従事。 2007年4月より政治活動を開始する前に培った映像制作の技能を活かす形でアドビフラッシュを使用して原画、編集、声優まで全てを一人で作成した自作アニメーションを公開する民主党、タカ、諸チャンネルを YouTube に開設し広報活動に使用している。なお、党の公式チャンネルである民主党、生活が第一チャンネルの開設はタカ。 初チャンネルよりも1年以上も後の2008年5月で国会に議席を有する政党の中では最後発であった。初当選に際し自作アニメ民主君シリーズを公開しているサイト民主君 .net2009 年12月ニコニコ生放送にて社会派の美少女ゲームマブラブの大ファンであることをカミングアウトした。2010年 平成23年12月29日に秋葉原オックスにて開催されたアージュ主催イベント第2回国際オルタバカ会議にパネリストとして吉宗公記、東ずまらと共に出演。コンテンツが社会に果たす役割について説明。小市拓馬2011年高橋翔一事務所秘書。ありがとうございます。